ボールのここにあるボルターで本村が切り込んでいきます。いいボロちょっとだけ入れる。ああ、ちょっとだけ入れる。これ今日横は右、うん、それ入れる。どうしようかな。はい、入れるよ。せーね、けうん、1000円入れてもらっていいですか。1000円、1000円、はい、はい、左方向です。ここ左、左、うん、あ、そうなの、うん、みんなまっすぐ行ってるね。ねえ、いや、合ってる。あ、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。 4km 田舎もこれだから田舎もはねめっちゃいるよ。山すごいね。うわー、すごい博物館だって。2km 道なりです。すごい、いいね。はい、大丈夫です。 6m 先料金所あります。はい、ありがとうございます。普通車800円、軽自動車600円。はい、はい、ありがとうございます。はい、阿蘇山の頂上に着きました。すごい、駐車場の後ろがすでに絶景。うわー、すげー、壮大だね。すごいね。あ、寒い。寒でしょ。私たち寒い、すごい寒い。来てくれば。いや、いいよいいよ。いや、寒いってだから、歩いたら暑くなるって。行こう。あ、すごい勢いで歩こう。あ、来たよ、ここ昔30年前の記憶でしょ。来た来た来た。あそこら辺とかすごいね、地層が。あー、寒いね。何年分積もってんのかな。あともうちょっと下まで見えんかったんだよね。ね、何その笑顔。ん、ね、優しいなと思って。ああ俺も言おうか。俺も言おうか、負けじと。優しいなと思って、ほっこりしたところ。落としましょうか。落としましょうか。落としましょうか。こちらに。すごいね、岩戸、天戸神社みたいだよ、うん、こんなもんじゃないけどね、うん、上手だね、みんな。ね、上手だよね。すごいね、ここでしょ、あのスターウォーズの撮影地。え、そうなの。嘘だよ。なんだろう、知らねえし、スターウォーズを。何でも信じるよね。だって知らないんだもん。本当なのかなって、このままじゃ知らないから。あ、ね、寒かった。めっちゃ良かったね。俺は寒かった、景色すごい良かったね。うん、来て良かった。今からちょっと上の方に上がっていきます。はい、トスアウトレットの方をちょっと見てから、はい、夜ご飯にしたいので、うん、1時間30分、うん、これから移動していきます。はい、すごいね。あそこにほら、ラーメンの絵が書いてあるけど、チャーシューめっちゃ塗ってるよ。うん、食べたいからね。あそこ空いてるじゃん、ここ。あ、本当だ。こういう時は軽でよかったね。うん、ねえ。店内ダメだよ。ちょっとここだけ見るとさ、うん、ディズニーランドみたいな感じ。ああ、ほんとだ。ラーメン屋行く。ちょっと検索してみよう。ああ、あのラーメン屋なんだったっけな。夢叶うって書いてあったけど、ラーメン屋の店舗名はわからない。そうだね、うん、あ、来た来た来た。キリン、キリン屋。楽しみだね。初めまして。あ、おい、待ってるじゃん。あ、待ってる。うん、なお食べたくなった。ね、ハンバーグセットもある。ん？ハンバーグセット。
このハンバーグセットのこのこれを全部プラスにしてもらって、はい、それを一つと、これが通常の、そうですね、じゃあこれを一つ、はい、生を一つ、はい、ビーフは中ジョッキ、小ジョッキ、瓶ビールございますが、中ジョッキで、中ジョッキ、はい、いつお持ちしたらいいですか、今すぐ、すぐでお願いします、はい、美味しい。暑い。明らかに暑いの分かるじゃん。思ってた4倍ぐらい暑かった。自分がそれだから。すみません。はい。エミとワフのダブルチーズトッピングです。ありがとうございます。これちょっと。デミグラスちょっと食べさせて。うん、いよいよ。ちょっとね。ちょっとね。ケチだね。ちょっとだけ。あ、柔らかい。うん。美味しいけど、和風はやっぱりあっさりだ。はい、ありがとうございます。はあ、お腹いっぱい。よろしい。はい、OK です。気持ちよかったでした。ありがとうございました。出入りが関係のないようなところに行ってほしい。目的地に到着しました。お疲れ様でした。おはようございます。時刻は6時半です。はい、昨日はこの狭い空間でしたけど、ゆっくりと寝ることができました。前に全部荷物を置いて、後ろに2人ですね、寝ました。それでは今から準備をして出発したいと思います。朝ごはんを買ってきました。はい、ロッテリアです。ロッテリア。私はドリンクはシェイクです。朝からシェイクってレアよね。ホットコーヒー。ホットコーヒー。俺もホットコーヒーにすればよかったかな。飲まないでしょ。3分の1ぐらい飲ましてね。うん、私ロッテリア初めて。うん、うん、どう。美味しい。初ロッテリア。この木山のさ、パーキングエリア本当に店が豊富だよね。うん、セブンとロッテリアとスタバとあるし、うん、九州の中では大きい方だよね。うん、あとトイレの数もすごいから。ああ、確かに。あのバスの団体さんが一気に降りていったじゃん、さっき、うんうん、一気に履けたよ。40人ぐらいだっけ。いやいや、まだそんなもんじゃなかったよ。本当に、うん、一気に入ってきたけど、一気に履けました。なんか本当に3時ぐらいにさ、うん、結構あの冷えたじゃん、うんうんうん、寒くなってきてさ、うん、それからなんか寝れたね。ロッテリアバーガーです。結構なんか写真で見るよりちっちゃいんじゃない。秋山サービスエリアから太宰府天満宮まで22分行きたいと思います。太宰府出口を出ます。あと14分。この間ほら、こっちだよ、火薬取りに行った時。そうだね、うん、こっちが道旅を使ってても有料になるんだ。ああ、そういうことね、うん、
2時間400円アマンシャ、うん、アマンシャなのアマンシャなんでやっぱり人気があるんだ、うん、60分で300円いやもう、うん、2時間もいないでしょ、うん、ここから歩行者天国じゃあなわ、うん、ミッフィーちゃんがあるじゃん、んかわいいちょっとミッフィーちゃんは好きなんだよねなんかすごいね圧倒されるね圧倒されるザ観光って感じ、うん、うん。俺らが喋っている鹿児島弁も外国語に聞こえてんだいやいや全然日本語でしょ日本語系、うんただあのうん、がじいちゃんばあちゃんたちが喋るのが分かんないんだよ。確かに。すごいね。隅っこ暮らしどうだって。かわいい。すごい風情がある。うわあすごい。おしゃれ。このスタバ。何これ。複雑だね。うわあすごいね。このスタバ。有料は？あ案内所か。ああご利益があるし。あそうなの？ほらあの頭なでなでするんでしょ。動画で見てよ。そうなんだ。うん。並んでるよみんな。この石さ、うん、一枚岩だな。だよ。次目がないよこれ。でか。はい、すごい熱い。どうですか、お味の方は。うん、美味しい。美味しい、うん、うん、美味しいよね。熱々だから、うん、ちょっと行ってくる。うん、ミッフィーのお店に行くそうです。はい、A&F、 うん、A&F、 A&F が入っているお店に来ました。で、このタピキング、昔めちゃめちゃハマったタピオカ屋さん、なくなったの。いつの間にかそうなくなってて、宮古の城にあったよね。違って、宮崎のイオンに入ってて。あ、宮崎だったっけ、うん、行ったら絶対飲むやつ。あったあったあった、A&F がありました。ありました、初めての A&F、 楽しみでございます。ここでお昼も食べられそうね。ワイルドワン発見しました。入ります。お昼ご飯を食べる場所を探してますけど、ビーコさんがなんか定食を食べたいみたいで、今探してます。一角の方がいいみたい。一角食堂、あ、多い。でも入れるんじゃない、まだ。あ、フライ系多いんだね、うん、ほら、こんな感じの。美味しそうじゃん。あ、ちょっと隣のラーメン屋もまあ、チキン店、南蛮定食とかもある。あ、ほんとだ。これいいね。このハンバーグのこれでいい、この写真のこれで。美味しそうだね。ここにしよう。これを2つ。うん。注文。スマホで注文するパターン初めてだね。オッケー。はい、うん、しばらくお待ちください。はい、ボリュームだ。いただきます。いただきます。
味噌汁本格的、なめこ入ってる。あ、味噌汁美味しい。ごちそうさまでした。それではコストコ購入品さらっと通ります。マルコメ減塩72食899円、雪国エリンギ298円、キウイ1個が1098円、ランプータン998円、アポカド5玉入りが698円、ワセリン3パックで1748円、ミツカンアジポン1リットル388円、パンオショコラ1298円、ヤンニョムセウ1826円、シュリンプカクテル2307円、イタリアンティラミス2198円、マスカルポーネロール899円、寿司ファミリー48貫3580円、マグロ3種とサーモン寿司2198円。これは帰りの道中で食べてきました。あとレーンに敷くようで購入したものになるんですけど、3480円です。マイクロファイバーと2498円。以上、合計が 32,340 円でした。最後にちょっと気になったランブータン、カズさんチョイスなんですけど、食べてみたいと思います。というか、さっきちょっと食べたんですけど、ちょっと見せたくて、これをね、こういう風になってんだけど、アボカドを切るようにくるっと切れ目を入れます。そしてくりっとすると、ほら、ね、可愛らしい中身が。そう、もうね、ライチみたい。ライチっていうのか、レイシーっていうのかな、一般的に。レイシーって書いてあったりするよね。うん、ああ、そうなんだ。そう。まあ、すごく近いね。うん、に近い。で、食感はちょっと硬くて、うん、もうちょっとしっかりしてる感じ。うん。まあ、この見た目からは想像できないような味です。うん、美味しかった。うん。ライチが好きな人はもう間違いなく美味しいと思います。まあ、これちょっと買ってよかったものかなと思って、最後に紹介させていただきました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、食べてみないんだ。食べてみて、そのいただきます、うん、こんな感じ、ね、ほんと美味しい、美味しい、美味しい、うん、Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us. They couldn't change us. They couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all. By winter or spring or fall, we felt so alive.We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.